どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は模擬面接企画ということで、トワさんにですね、中村さんを面接していただいて、最終的に一緒に働きたいかどうかを判断いただけたらなと思っております。早速面接の方をお願いします。まあ、簡単で結構ですので自己紹介をお願いします。はい、私は現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校の院所属しており、はい、社会学部3年生の中村翔太郎と申します。はい、現在は心理学と社会学を勉強しており、組織の中で個人がどのように強みを活かせるかなどの組織論であったりを勉強しております。部活動ではですね、ヒップホップダンスチームに所属しており、バスケットボールの試合などのハーフタイムショーでパフォーマンスをしたり、黒人差別への支援として服をデザインして売ったりなどして、寄付金額を支援団体の方に寄付させていただいております。学生時代にですね、こう一番こう頑張ってきたこととか力入れてきたことみたいなことがあればですね、教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、これはカリフォルニア大学時代に僕が経験した話なんですけど、僕はダンスチームに所属しており、当時アメリカで問題だったその白人警官が黒人の方を殺してしまったという事件に際してですね、それに抗議の声が当時上がっていましたので、私たちのダンスチームはそれに挑戦するというメッセージを込めたパーカーをデザインして販売して、寄付金額の全額を支援団体の方に寄付させていただきました。当初ですね、その他の支援団体、いわゆるその競合の、団体が多く存在したので、パーカーが思ったように売れなかったんですけど、どうやったらパーカーが売れるかということを分析することによって、自分の大学の、ブランド力と、黒人文化の象徴であるヒップホップダンスとチームの人種の多様性といった3つの強みを付加価値として、そのパーカーにつけることによってパーカーを50枚販売し、その1500ドルを最終的に寄付させていただきました。なるほど。どれぐらいの期間でまずやられてたことなんでしょうか。期間的には1ヶ月弱ですね。1ヶ月ぐらいで、はい、参加されてたそのチームのメンバーとかどれぐらいの感じだったんですか。その当時チームメンバーは34人ですね。はい、34人、はい、内容はみんな UCLA の方ですか。みんな UCLA です。中村さんはその中でどんな役割をされていたんですか。僕はですね、そのマーケティング担当ということで、どうやったら服を売ることができて、それを支援に当てることができるのかということで、最初売れなかったパーカーを売り上げをどうやって伸ばせるかという分析をしました。なるほど。まず最初のきっかけなんですけどね、その黒人差別の問題ってもちろんすごい重要なテーマだと思いますし、で、まあ世の中にいろいろな他にもテーマがあるわけじゃないですか。はい、その中でそのテーマに関心を持ったっていうのはどういうきっかけが、僕たちのそのダンスチームがそのヒップホップダンスチームということで、やはりそのヒップホップというのは黒人文化の象徴になってくるので、黒人文化を象徴するチームが声を上げなくてどうするんだということで、支援をさせていただこうかなという運びになりました。これ中村さんが声出してやってみようぜみたいな話になったんですか。はい、最初の皆さんの反応ってどうでした。でも最初からかなりその好印象というか、みんないいよやろうぜっていう風に賛同してくださって、その問題に対しての対抗手段として服を作られたことなんですけども、どんな思考プロセスでね考えていかれたのかというところをお伺いしたいんですけども、どうでしょう。まあ、最初はその支援団体の方に募金をしたいなというふうに考えまして、じゃあまずどうやってお金を入手しようかというふうな段階で、やはりそのメッセージ性もこもった方がいいんじゃないかということで、やはりその服っていうのは人が普段から着るものであって、そのやっぱり生活においてエッセンシャルである。さらにその服にメッセージ性を込めることで、みんながその人を見て声を上げて賛同することができるという、まあ2つの点から服がいいのではないかというふうに考えました。なるほど。他になる選択肢っていうのはあったんですか。僕ダンスチームなので、動画であったりプロモーションビデオを CD として作ったりとか DVD として売ってしまうのもいいんではないかという考えもあったんですけど、私たち そのブランドを売りたいというふうに伝わってしまうかもしれないということで、あ、なるほどね。これ便乗してやってやがるみたいな、ちょっとそういう受け取られ方をしてしまうと良くないなということで服にしました。なるほど。じゃあその洋服を作っていく過程について次お伺いしたいんですけども、はい、どういうプロセスでやっていて、まあ、どんな障害があったのかというか壁みたいなのがあったらのかどうかですね、そのあたりを教えていただきたいんですけど、結構大変だったんですか。服の受注自体はそれほど難しくないんですけど、うん、やはりどういうデザインをすれば売ることができるか、はい、どういうデザインすればメッセージ性を伝えることができるのか、はいはい、というものが一番やはり難しかったですね。それにはどのような対処をされたんでしょうか。やはりその他にどういう声を今上げている人がいるとか、どういうメッセージを求めているのかっていう、まあ、人々のニーズを SNS や、まあ、Facebook のメッセンジャー等を通して人々から事情を聴取して、まあ、アンケートを取ることで、まあ、どういうみんながどういうものを求めているのかっていうのを明確にすることで、それを服にデザインとして取り入れることをしました。で、最終的にどんなメッセージにされたんですか。挑戦っていう意味がいいんじゃないかということで、黒いあの色をしたその拳のマークと挑戦ということで、まあ、あの二重の意味、挑戦プラスその肌の色という二重の意味を込めました。
ました。なるほどね。同じような活動をされているところも終わりになるっていうことだったと思うんですけど、はい、最後、1500ドル寄付できたってことですよね、はい、皆さんどれぐらいなんですか、その1500ドル寄付できたっていうことは。そうです、日本円にすると約15万円なんですけど、はいはいはい、アカンダンスチームに伺ったところ、はい、寄付金額は約5万円であったりとか、はい、10万円を下回っているところが多かったので。あ、なるほど。この、経験を通じて何かご自身の中で変わったことってあります？そうですね、やはり多面的に物事を見るっていうことは元々の僕の強みではあったんですけども、うん、この活動を通じてヒップホップの文化であったりとか、うん、音楽性っていうものそのものをメッセージとして使える、うん、非言語のメッセージ性を、他者に伝えることの大切さを僕は学びました。逆にこの活動を通じてまだここは自分に足りないなって思ったようなことってありましたか？マーケティングは僕の中ではかなり成功したと思うんですけど、英語でコミュニケーションを取らなくちゃいけないということで、多言語でのコミュニケーション能力をもうちょっと磨かないと、例えば営業をする面で多少の不安があったりとか、アピールしきれていないんじゃないかっていうことはありました。はい、ありがとうございました。というわけでですね、一連の面接が終わったということで、実際に曽和さんの方から今の中村さんの面接、採用か不採用かまずお聞きしてもよろしいでしょうか？エンタメとか希望されてるっていう、はい、話でしたね、はい、例えば任天堂さんとかそういうゲームとか、はい、クリエイティブなところね、しかもその開発をやってみたいとか、そういうそうやって企画を担当してるところですかね、はい、なるほど。っていうところで言うと、もしかしたらやや厳しいかもしれないです、今の表現だと。なんでかというと、こう今ずっとプロセスを聞いていった時に、創造性が自分が高いっていうところをどこで表現できてたかっていうところですね。で、例えばなんですけど、僕が言い出す質問の中で言うと、他に何かなかったのかみたいな話っていうのがあったと思うんですね。っていうので、そういう服作るのかビデオ作るのかどっちかでみたいな感じの話しか出てこなかったので、それで創造性がないっていうことじゃなくて、もしかしたら持ってるかもしれないんだけれども、特にこの話題の中では発揮されてなかったなと。自分の創造性っていうところが分かるようなエピソードをまず選ばなきゃいけないと思うんですよね、うん、それでこれで良かったのかどうかっていう話はまず、はい、だからそういうことで言うと、エンタメ会社のね、規模とか、レベル感にもよると思うんですけど、もしかしたら厳しい結果が出るかもしれないなっていう感じですね、うん、例えばそのやっぱダンスチームに所属しているということで、そのダンスのクリエイティブ力であったりとか、だったりとか、そちらの方がやっぱりそのエンターテインメント企業にとっては求めているの、やっぱり学生さん真面目とか言われた通りに、一番力を入れたことなんですかとかって言われたら、一番力を入れたことを話すんですけど、本当は自分が伝えたい、こう思ってほしい、こういう能力がある、あるいはこういう性格であるということを分かってほしいっていうエピソードの中で一番頑張ったことっていう風にしないと、伝えるべき内容っていうのが入ってないことが多いと思うんですね。ちょっとまず話題と伝えたいことっていうのがずれてた感じがします。他にフィードバックとしてあったり、フィードバックとしてあるのは、これはもうあるあるなんですけど、僕が結構細かくしつこく聞いたと思うんですけど、僕が聞いたことっていうのは、本当は全部中村さんが全部自分で言っとかなきゃいけなかったと思うんですね。例えば最終的に服を売るっていうアイデアになったっていうんですけど、そこに至る思考プロセスって全然言ってないですよね。思考プロセスって結構聞きたいですよね、僕がよく言ってるのは、あった問題、取った対策、出た結果、この3つしか学生さんは聞かなかったら話さないって言ったんですけど、まさに今回その通りなんですね、うん、でもあるあるなんですよ。だから別に中村さんだけがダメとかじゃなくて、ほとんどみんなそうなん で、だからこれ要は聞いてもらえるかどうかっていう風な賭け事をしちゃってるわけですよね。ある程度全部今僕が聞いたようなことっていうのは全部自分で言っちゃうっていう方がいいかなっていう、もうちょっと長く話した方がいいかなと思いますね。ということで、この動画を参考にして皆さんも就職活動頑張っていただけたらなと思ってます。ということで、本日は皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。ガクチカの凄さとか実績ってあんまり見てないっていう感じなんですけど、人事の間では何々を何倍にした話っていうよく言うんですけど、2ぐらいの感じ、なるほど。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。